ただいまから日中韓サミット共同記者会見を行います。まず議長の菅総理から冒頭発言がありました後、温家宝首相、イ・ミョンビャク大統領にご発言をいただきます。それでは菅総理、お願いいたします。日中韓のサミットを終えて、こうして会見ができることを大変うれしく思っております。今回のサミットでは、さまざまな課題について、大変重要な進展があり、大きな成果を得られたと思っております。まず、中韓両首脳の被災地である宮城、福島へ訪問をいただき、被災者の激励に本当に大変ありがたい言葉をいただいたこと、心から改めて感謝を申し上げます。そして日本は安全である、また日本の食べ物も安全であるということを最も効果的に示すことができたのも、両首脳がこうした被災地に出かけていただいたからであり、その結果、世界中から再び我が国を訪問をする方が元に戻り、さらに増えていく、そのことを期待をいたしております。このお二人の行動こそが、我が国に対する復興支援の最大の効果を上げているものと考えております。サミットでは、主に3つの分野で成果を上げることができました。第一は、原子力の安全に関して、原発事故の徹底的な検討により得た教訓を共有しつつ、安全性強化に向けて協力し合うことで一致をいたしました。また輸出入における産品の安全性について、科学的根拠に基づいた対応の重要性という点でも一致をいたしました。さらにエネルギー政策において、再生可能エネルギーやエネルギー効率の推進の重要性を共有をいたしまして、緊密に連携することで一致をいたしました。次に、防災分野において、東日本大震災の経験も踏まえ、緊急援助チームや物資の派遣、受け入れの円滑化に向けた検討など、具体的な協力を進めていくことで一致をいたしました。また、地域国際情勢については、いろいろと意見交換を行うことができました。北朝鮮の問題に関しては、私の方から安保理決議および6者会合共同声明違反である北朝鮮のウラン濃縮活動に対する懸念を表明をいたしました。諸懸案の解決に向けて、具体的行動を北朝鮮から引き出すべく、3カ国で連携をしていこうということを確認し合いました。また、6者会合の再開には、まず南北対話で北朝鮮が前向きな姿勢を示すことが重要との認識で一致いたしました。また私からは、拉致問題に関して、中韓両国のさらなる協力を要請をいたしました。そして今回のサミットを通じて、日中韓3カ国の連携と協力がさらに前進したものと考えております。これはこの地域の平和と繁栄にとって極めて重要であります。さらにはアジア全体、世界全体においても、この3カ国の連携が重要であるということでも認識が一致をできたと思っております。両首脳のご協力に心から感謝を申し上げます。これからも来年は温家宝首相が議長として行われますけれども、しっかりと3カ国で協力をしてまいりたいと、このように考えております。引き続きまして、温家宝首相、お願いいたします。
マスコミの友人の皆様、こんにちは。今回の中日韓首脳会議は、日本が大地震と津波災害に被ったという特別な背景の下で開かれた会議です。菅直人総理と日本政府は困難を克服し、会議が初期通りに開催することのために多くの準備をなされ、私たちに温かいおもてなしをくださいました。これに対し高く評価し、心から感謝の意を申し上げます。昨日の午前、私は北京から飛行機で直接仙台に向かい、それから車に乗って名取市、福島市の方に被災地の日本の方々にお見舞いに行きました。私はこのような決定をしたのは、直接その目的は直接日本の国民の皆さんに対し、中国国民からの心からの同情とお見舞いの意を表するからです。途中、その地震と津波がもたらした破壊は、本当に私は目を開けられないほど心が痛み、日本国民の皆さんの苦しみを切実に感じ取りました。彼らと話し合った時、私は日本の皆さんはすでに悲しみから立ち上がって家の再建を始めたと見ておりました。そのような災害と粘り強く戦う精神が私に深い印象を残りました。彼らは一日も早く幸せ、そして安定した生活を送るようお祈り申し上げます。大きな自然災害に直面するとき、国際社会、特に近隣同士の相互理解、助け合い、そして支持が最も重要です。3年前、中国文鮮に大地震が起きたとき、日本と韓国両政府はタイムリーに真っ先に貴重な援助をしてください、援助チームと医療チームを派遣しました。日本の友好的な政治家と民間の団体が積極的に募金活動を行いました。イ・ミョンバク大統領は中国に訪問されたとき、わざわざ被災地域にお見舞いに来ました。そのおかげで中国は震災と戦い、そして救済の自信と力をいただきました。この場で改めて申し上げたいと思いますが、中国政府と人民は可能な限り引き続き日本側の救済のために援助を提供していきたいと思います。中国側は500名の日本被災地域の青少年が中国に療養することをお招きいたします。皆さん、過ぎ去った3年はただことではなく、非常に困難な3年でした。100年一度の国際金融危機、大きな自然災害、そして複雑な地域と国際情勢に直面し、中日韓3カ国協力はその試練を耐えまして重要な進展を遂げました。3カ国の利益が切っても切れないほど緊密で、その運命も緊密につながっており、一緒に困難を乗り越える、そして互恵とウィンウィンという精神が深く人々の心に入りました。これは私たちが引き続き手を携えて前進する最も重要な基礎であります。先ほど菅直人総理は今回の会議の成果、そして3カ国がさらに協力を深める願いと合意も紹介されました。この場でいくつかの点を強調していきたいと思います。第一に、日本の被災地域の再建と経済の復興は日本人民の福祉だけでなく、中日韓3カ国の経済貿易協力ないしアジアと世界の経済の成長にも関わっています。中国側はできるだけ早く震災復興視察団と貿易投資促進代表団を日本に派遣します。日本側と一括した協力の計画を相談していきたいと思います。それから中日間の観光面の交流を回復し拡大させたいと思います。来月の初めに大方の中国の観光業界の代表団が日本に来ることになっています。中国政府は一つの日本の旅行会社が中国国民の外国観光業務を携わることをすでに許可しました。安全確保の前提の下で、日本食品の輸入に関する制限も徐々に緩和させます。さらに積極的な措置を取って、最大な善意を持って最大な努力をして日本側と協力し、日本側の震災復興を支持していきたいと思います。第2に、今回日本の大地震と津波がもたらし、福島の原発の事故をもたらしまして、全世界の注目も受けています。
もし日本側がそのニーズがあれば、中国側はいつでも専門家、技術及び装備の面での支持を提供していきたいと思います。中日韓3カ国は近隣同士であり、同じく人口が密集する国であり、多くの原発があります。ですから原子力発電の安全を確保することは極めて重要です。中国側は中日韓原子力発電安全交流と協力メカニズムを構築することを提案しており、それによって情報通報、緊急輻射観測、事故の救援及び結果についての強化、技術や装備の研究開発などの面での協力を強化していきたいと思います。第3位、防災と災害削減のためには科学技術を頼りにしなければなりません。災害発生のルールに関する研究を強化し、教訓を汲み取り厳重に警戒し、その損失を最低限に減少させなければなりません。中国側は今年の下半期、東アジア地域シンポジウムを開催することを提案しており、また北東アジア地域の地震、津波と火山に関する共同研究のプロジェクトをスタートさせるためには、1000万元人民元を出したいと思います。第4位、貿易投資の自由化、便利化をの推進を加速するため、また地域経済の一体化を促進するためには、今年の年末前に3カ国の自由貿易区3間隔共同研究を終了させることを賛成し、来年交渉をスタートさせることを目指すことにも賛成します。3カ国の投資協定については、中国側が日本と韓国と共に努力して、できるだけ年内その協議を終了させるよう努力していきたいと思います。第5に、風力エネルギー、太陽エネルギー、潮汐エネルギー、バイオエネルギーなど再生可能なエネルギーの発展を急ぎ、大いに省エネ技術を普及させたいと思います。中国側は中日間再生可能エネルギーに関する三角元イノベーション連盟の成立を提案しており、それによって3カ国の技術、生産と市場の面での優位性をよりよく結びつけたいと思います。そのためには中国側は年内関連するフォーラムを主催し、日本、韓国の政府、企業、科学研究機関、大学の代表者をお招きし、一緒に協力を相談していきたいと思います。第6に、中日間循環経済模範基地を作ることは3カ国首脳の合意であり、合理的に資源を使用、また生態環境の保護、持続可能な発展の実現のためには重要な意義があります。この協力が実質的な進展を遂げることを推進するためには、中国政府は積極的な措置を取って、できるだけ年内に中国の循環経済模範基地の建設をスタートさせるよう努力します。中国側は日本と韓国においても模範基地を作ることも支持します。ご在籍の皆さん、3年前日本において中日韓首脳会議が初めて単独で行われまして、3カ国が未来に向けた全方位の協力のパートナーシップを築き上げることを発表されました。事実が証明しているように、この決定は大変遠見のあるもので、3カ国が手を携えてチャレンジに対応し、東アジア地域の平和安定と繁栄を促進するために有利であるものです。今回の首脳会議が重要な成果を遂げまして、3カ国人民に自信と力を伝えることができました。私たちはこれを契機として、3カ国の協力が新たな段階に入ることを手を携えて推進していこうではありませんか。ありがとうございました。ありがとうございました。それではイ・ミョンバク大統領、よろしくお願いいたします。お会いできて嬉しく思います。皆様、まず3月11日の私たちが全く予測しえなかった東日本における大地震と津波災害で直接被害を受け被られた方々だけでなく、日本の国民の皆様に哀悼とお見舞いの意を表したく思います。さらには希望と勇気を持ってくださるよう、また激励の言葉をお伝えしたく思います。先ほど両首脳がお話しされましたけれども、昨日私たちは仙台と福島を訪れました。私は
被害を被られた住民の方々と直接お会いし、彼らが勇気を持っているということで感銘を受けました。また被災地域を直接目にし、また日本政府がかなりの努力を傾け、かなりの回復をしてはおりますけれども、非常に心を痛めました。特に私は傷ついてあろう子どもたちの気持ちに触れたく思いました。子どもたちと私は会って、明るい子どもたちの表情を見て、私が心配しているよりは明るい表情だったので安心をいたしました。私が韓国を出発する前に、韓国の小学生の学生たちが扇子に絵を描き、そこには私たちは日本の子どもを愛していますというメッセージを盛り込みました。私たちは友人ですということを盛り込みました。それを持ってきました。それをもらった子どもたちが大変喜んでおりました。韓国の子どもたちの気持ちを伝えることができました。一方で大韓民国国民は前例のなくないほど、今回日本の国民の方々の状況に対し温かい気持ちでもって協力をする気持ちでおります。韓国の温かい気持ちを日本の国民の方々にお伝えしたく思います。今回4回目の韓日中首脳会議は、1回目、日本で開かれた1回目の会議より3年が経ち4回目となりました。年が経つにつれて、私たち3国の比重は日増しに大きくなりつつあります。世界 GDP の 20% 近くを占めております。また全世界通商の約 18% を占めているなど、経済的にも大きな役割を占めております。またそれだけではなく、東北アジア地域における安定と繁栄だけではなく、世界の平和と繁栄にも直接つながっているという点から、三国の間で今回の会議を通じましてもそうだったんですけれども、多くの合意事項がまた共通認識が得られましたことは、実質的な三国の間の協力がなされているということの証左であると思います。さまざまな問題がございました。これまでの3年間世界経済危機もございましたし、また東アジア地域におきましては、バイの間では不都合なこともありました。しかしながら、こういった不都合なことを乗り越えて協力の姿勢を示している、そういった方向に向けて進んでいるということは、大変重要な、この会議の重要さを示していると思います。来年開かれます、中国で開かれる5回目の韓日中3国首脳会議に期待を寄せております。特に今回は原子力の安全問題に関しまして、全世界の国々に影響を及ぼしただけでなく、特に地理的に大変近い韓国と中国国民たちにも大きな衝撃を与えたということは事実であると思います。そのため、原子力の安全というのは、科学的な綿密な事前備えも必要であるんですけれども、情報を国民に伝えていくことで国民を安心させるべきだと思います。そのため、私は科学的な備えとともに、大衆に向けての心理的な安定を与えるために、即時の情報交流が必要であるという点を、今回の福島原発事故を通じまして、切に知ることができました。そのため、今回の会議におきまして、この原子力安全に関しまして、事前の過程、また何か起きた時の事後の対応などについても、その情報を綿密に交換をするということで合意しましたことは、重要なことであると思います。これまで三国の間では、災害に関する問題、そして原子力安全につきましても会議を開いてまいりました。しかしながら、今回の福島原発事故により、より実質的な協力が必要であるということを感じ取ることができました。そのため、今回の会議におきましても、日本の菅総理
におかれましての詳細なご説明がございましたし、またそれに関する協力をしていこうということで発表文に載せることもできましたので、大きな進展であると私は見ております。特に3国はこの協力の基盤を通じまして、協力の基盤を事務局としてソウルに作ることにいたしました。今回事務局長そして事務局次長を確定をいたしました。今後3国の間では首脳レベルの会議だけではなく、長官レベルの会議、また関連機関庁の会議が年間100回以上の会議が開かれることになります。そのためこの3国の間でこれを管理する必要があるということを去年の首脳会議で合意をいたしましたし、今年実質的に発足をすることになりました。この事務局が3国業務と関連する実質的な役割を果たしてくれるであろうと思いますし、この3国首脳同士の合意についてありがたく思っております。また東北アジア、特に韓半島、つまり朝鮮半島の非核化に関しましては3国が同じ見解を持っており、また北韓、つまり北朝鮮が最近主張している UEP につきましては、先ほど韓総理がおっしゃられましたのでこの場で繰り返しはいたしませんけれども、韓半島の非核化を実現していくために私たち3国が3国の協力が必要であるという点で認識を共にいたしました。この韓半島の非核化は東北アジアの平和と安定をもたらしてくれるであろうということでありますし、またこれは世界の平和と安定にもつながっていくと思います。経済的なことだけではなくて、この平和と繁栄も重要であるという点で認識を共にし、この件に関しましては積極的に連携を取っていくことを望んでおります。また来年ソウルで開かれます2回目の核セキュリティサミットにおきましては、核セキュリティ問題だけではなくて原子力安全問題につきましても話し合うことで合意いたしました。この問題に関しましても成功裏に2回目の核セキュリティサミットを開くためにも私たち3国が積極的に協力をしていくことでお互いに合意をいたしました。先ほども申し上げました通りでございますが、この3国が占める割合が大きいだけにそれに伴う責任も大きくなっていると思います。その責任を果たしていくために北東アジア3国がより積極的に協力をしていく必要があるということ、そして開かれた心でもって真なる意味での協力を図っていくということ、私たちが合意したことを行動に移すことにつきまして、これからの首脳会議を通じましてより全身的にやっていくことができるであろうと思っております。また今回の4回目の首脳会議もそういった面からも成果を得られていると見ております。韓総理におかれまして、困難な状況の中でも数多くの努力をしてくださり、成功裏で会議が開催され、また一方では私たち三国首脳が被災地福島が安全であるという点を示しましたので、観光客も来ると思いますし、また私たちがいい広報をできたという誇りも持っております。韓総理に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質問をお受けいたします。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではまず日本のプレスの方が、じゃあ山口さんどうぞ。NHK の山口です。温家宝総理、それからイ・ミョンバク大統領、昨日は被災地のお見舞いをいただきましてありがとうございました。韓総理にお尋ねします。今回合意文書の中に科学的証拠に基づいて対応を取るという文言が盛り込まれましたが、これによって過剰な輸入規制ですとか風評被害は解消されるとお考えですか？まず風評被害に関しては両首脳からもお話がありましたように、自ら宮城県仙台名取市、そして福島県に
出向いていただきまして、被災民とのお話と同時に、被災地での産品で安全なものについて、共に、さくらんぼ、きゅうり、そしてミニトマトと一緒に食していただきました。まあ、こういうことをしていただいたこと自体が、私は日本の食べ物を含めた安全性を世界にアピールする最も効果的な役割を担っていただいたと、大変大きな助けになったと、このように思っております。また今回のサミットの会議においても、改めて風評に基づく輸入禁止等につき、意見交換をいたしまして、産品の安全性については、科学的根拠に基づく措置を取るということで、一致をいたしました。先ほど両首脳からもありましたように、中国においても輸入の措置の緩和を求め、前向きの対応をしていただくと、韓国においてもこの科学的根拠に基づいての適切な対応をしていただくと、そういうことも改めて確認をされたと理解をいたしております。それでは続きまして、中国のプレスの方から質問を受けたいと思います。どうぞそちらの方。中国中央テレビの記者です。文化放送理にこの度中日韓首脳会議が朝鮮半島情勢について意見交換を行った状況について紹介していただきたいと思います。6カ国協議が2年ぐらい停滞しましたが、中国側が協議を再開するためにどんなことをしましたか、前景をどういうふうに認識しましたか。ありがとうございます。今回中日韓首脳会議期間においては、私たちは朝鮮半島の情勢について率直的、そして突っ込んだ意見交換を行いました。3カ国は半島の平和と安定を維持し、半島の非核化を実現することは私たちの共通利益に合致することに合致していることに一致を見ました。喜ばしいことは、現在半島の情勢が少し緩和され、各国の間のインタラクティブが増えています。一方、確定できない要素がまだ多くありまして、対話の基盤が依然として脆弱であることにも気づきました、留意しました。現在最も重要なのは、今のこの対話の勢いを大切に守って、各国はできるだけ早く対話を始め、そして対話を続けることを推進し、さまざまな形の2カ国間あるいは多国間の対話を通じまして、6カ国協議の再開のために条件を作り、半島の問題が再び対話と協調の軌道に戻すことだと考えています。6カ国協議が2年以上停滞していましたが、この期間中に地域の情勢にも多くの私たちが決して望んでいない変化が生じました。中国側がずっと積極的に平和を促し、対話を促して6カ国協議の再開を推進してきました。その原因といいますと、私たちは対話と協調こそ半島問題を解決できる最終的な出口であることを確信しているからです。また6カ国協議が地域の平和と安定を維持し、半島の非核化を実現するために重要な役割を果たせると信じているからです。半島の非核化を実現し、地域の平和と安定を維持することは、地域における各国人民の共通の願いであり、私たちが背負っている重要な使命でもあります。各国が手を携えて協力すれば、また困難を恐れず協力すれば、必ず6カ国協議が切実な進展を遂げることを推進でき、半島及び北東アジアの長期的な安全を実現するために積極的な貢献ができると信じております。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは最後に韓国のプレスの方からお願いいたします。どうぞ。
韓国の MBN のカン・サングと申します。今回韓国と中国の首脳が日本の被災地域を訪問するほど三国の同士の関係は緊密になっております。しかしながら韓日中三国間の FTA 問題に関しましてはこれまでの緊密さに比べますと多少スピードが遅いのではないかと指摘もあります。これと関連しまして今回の首脳会議でどの程度話し合われたのか、またこれからの見通しについてお話を伺いたく思います。先ほど会見の中でも若干触れましたけれども、これまで韓日中三国の間で合意をする中でこの三国同士の自由貿易協定について話し合いました。深みのある話し合いがございました。当初は来年までに韓日中 FTA 三関学共同研究を終わらせることになっておりましたけれども、私たちは他の分野における協力とまた世界経済における比重などを踏まえて考えると、またこれを早く進めることで私たちが持っている通商のエネルギーを大きくしていくことができるであろうということでこれを早くすることにしました。そのため今年の末までにこの三間隔共同研究を終わらせることにしまして、来年以降は実質的な計画について触れていきたいと思いまし思うという話が行われました。お互いに自由貿易に対する困難があるのも事実でございます。そういった困難な部分はまた困難な部分として話し合い、またできる部分は何なのかについても話し合い、早いうちに交渉に入るということで来年より話し合いを持つということになりましたので、だいぶ早くなってくるのではないかと見ております。ありがとうございました。それではこれをもちまして日中韓サミット共同記者会見を終わらせていただきます。どうもご協力大変ありがとうございました。Yeah.